これちょっと汁物危ないです。汁物は危ない。あの周りに飛んで。我々が危ないんだ。我々の話。おっと、まずはこれは厚揚げ。あ、冷ましてる、冷ましてる、冷ましました。冷ましてダメ。もう冷まして持ってすぐ行かないと。得意だから、得意だから。本当ですか。奥に入っているやつを今取って、今取って取って、すぐに入れないとダメだと。はい、今つけてるんで。つけてる、つけてる。じゃあそれでは皆さんいただきます。あっ、今確かにあったって、こうやって言いましたよね。これはダメでしょ。今のは厚揚げちょっと得意じゃない。得意じゃない。これなんていうの、この巾着、これ中にやっぱ水分が含んでますからね。餅が入ってますから。あ、そうですね。じゃあこれ一番プロっぽい、お願いします。お願いします。いただきます。おっ、ナイス、ナイス。この二人を見てどう思います？くだらないです、茶番です。茶番らしい、バカらしいです。プロレスは終わりますよね、このままじゃ。小籠包持って帰る、小籠包。確か前回ですか。うわー、得意の小籠包。キングオブキングスとやれた小籠包。思い出した、俺こっちの方が得意。うわぁ、これはこっちですか。高山選手は早くギブアップ。じゃあチャンピオンから見せてもらいましょう。熱っ。どうしたチャンピオン。すいません、これモテないわ。これは数々の伝説を残しますからね、有吉君は。いきます。参りましょう。おお、気合だ、気合が入ってる表情だ。すげえ。うわぁ、すごい。お見事。さすが、次は強いわ、下も強い。さあ、鈴木選手、第5位、熱々小籠包、鈴木選手。ほう、入ったか。入った。おお、おお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 お楽勝だよ。ちょっと涙目と、そして鼻水が。これギブアップするまでいきますか。僕はもう全然問題ない。こっちは僕も、はい、こっち行けますか。そっちも全然問題ない。あれ、あ、こんなの楽勝だ。こんなの楽勝だ。こんなの楽勝だ。大根。ああ。高山さんは、ね、はい、ちっちゃく、ちっちゃく一口でしたね。いいですか。お、大根お願いします。チャンピオンは、チャンピオンは初めて。サイズがでかい、サイズがでかい。じゃあ半分。そうか、そう、やっぱ一口で入れないとね。はい、これがして、はい、問題です。あ、問題です。先生、今の半分、今の半分、半分。カッポリオと戦いですね。そうですね。あっつあつ。鈴木選手、冷ますんじゃねえ、おい。入れとけと。入れたやつを入れろと。お願いします。入りました。おっと。お、入った。入った。